こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。中国元船が日本領海内を侵入してくる事案はどど行われています。日本や米国の動きを試す目的もあると感じていますが、そんな中米国も次世代原潜の建造計画が固まりました。今回、米国の気になる動きについて話していきます。原潜って中国はまだ追いついていない。海自の通常動力型潜水艦は世界でもトップの静粛性で有名。では中国原潜はうるさいので有名です。米国の原潜はというと、謎の部分が多いので、スポットを当ててみていきますね。2020年11月に入り、アメリカ海軍は、現在就役中の戦略型原子力潜水艦を、代替する計画の最初の2隻分の費用、合計で約9800億円に相当する契約を実施したことが報じられた。正確には、1隻目の建造にまつわる全費用と、2隻目の建造に必要な資材の購入費用として計上されたものだが、さすがに世界最大を更新する大きさの原子力潜水艦だけに、その高額さが目を引く。アメリカ海軍では、潜水艦発射型の弾道ミサイルを実装する戦略型潜水艦として、現行は、オハヨ級、水中排水量18,750トン。全長 170.67メートル。全幅 12.8メートルを全18隻保有している。オハイオ級は、総数18隻の中で、そのうちの4隻を対地、対艦攻撃用の、巡航ミサイル運用を主任務とする艦に転用しており、純粋な戦略型。原子力潜水艦としては、14隻と見さすべきかもしれない。すでに、オハヨ級は、1981年に、1番艦が、そして、最終の18番艦も1997年に、就役を開始しており、最終18番艦で、すら2020年には、23年の配備期間を、迎えているが、新型のコロンビア級は、40年以上の就役を目指すという、コロンビア級は、水中排水量が2810トン、全長が 170.99メートル。全幅が 13.1 メートルとされており、寸法面では、現役潜水艦で最大規模の、オハヨ級をさらに大型化させた船体を持つ模様だ。ただし、戦略型潜水艦である、5番艦以後のオハヨ級が 533mm。魚雷発射艦4門と24機の垂直発射艦を装備していることに。比して、オハヨ級は魚雷発射艦は同数だが、垂直発射艦は16機まで減少している。コロンビア級は、この16機の垂直発射艦に、オハヨ級と同様に、ロッキード・マーチン・スペース・システムズ社製のトライデント、D5 弾道ミサイルを兵装として搭載することが決定している。トライデント D5 弾道ミサイルは、アメリカ製の核弾頭を装備する戦略型、潜水艦用の兵器であり、陸の ICBM や航空機運用型の核兵器と並んで、アメリカの核戦力を支える中心的な兵器となっている。
トライデント D5 弾道ミサイルは、オハイオ級に1990年より実戦配備が開始され、最大14発の核弾頭を搭載可能だが、旧ソ連時代から続く。核軍縮条約の制限により、8発、さらに4から5発に抑えられたものが配備されている。最大射程距離が約1万 1000km にも達すると言われている。トライデント D5 弾道ミサイルは、三大海洋たる太平洋、大西洋、インド洋のいずれからでも、現ロシアの勢力圏を攻撃可能としている。現状トライデント D5 弾道ミサイルを実装するオハイオ級は、前述のように、14隻が収益中だが、コロンビア級は、建造や運用にかかるコストの増加から、現時点では、最大でも、12隻の調達に止まるようだ。2011年頃のアメリカ海軍の計画では、コロンビア級の導入スケジュールは、2019年起工、2026年進水、2029年実戦配備とされていたが、現状ここから、少なくとも、2年は遅延した状態にあるとみられる。コロンビア級は建造時に搭載する核燃料棒の寿命が約42年になると言われており、現行のオハイオ級が10から15年単位で必須であった核燃料棒の交換が不要となり、その期間も稼働状態が維持できる見込みだ。このあたりの運用稼働効率の向上も14隻でローテーションを担っているオハイオ級に対し、いずれは2隻少ない体制に移行しても同等の能力を発揮するものと考えられている一因だろう。しかしオハイオ級と比較してランニングコストも含めほぼ2倍になると見積もられているコロンビア級は、コスト的に同程度に抑えようとすれば7隻という計算とになり、現状の戦力維持にはコスト上昇が必須だ。現状世界最大の規模と予算を誇るアメリカ海軍といえど、コロンビア級に必要となるコストは艦艇を調達する予算の2割から4割にも相当しており、今後の予算状況いかんでは、12隻調達も厳しくなる可能性もある。ことに、2020年11月、次期アメリカ大統領の座には、民主党のバイデン候補が事実上決まりそうな状況を迎え、現トランプ政権よりも軍事予算の引き締めにかかる公算が大きくなったと感じられる。こうしたコロンビア級の建造に向けた逆風を考慮すれば、そもそも、トライデント D5 弾道ミサイルの長射程がゆえに、敵国に近づかず、自国近海に、潜む戦略型潜水艦そのものの存在が見直されるかもしれない。そうなると、ICBM や航空機搭載の核兵器をもっと安価で運用可能にし、コロンビア級が担う役割を肩代わりさせる方向に進む可能性も考えられるのではないだろうか。また、個人的な憶測ではあるが、コロンビア級はオハイオ級より大型化しているが、垂直発射艦はむしろ減らされているため、浮いたスペースの一部をジェンダーフリー対策に当てているのではとも感じている。